友の葬儀告別式にあたりまして、皆様にはご多忙中、また悪天候のところ、わざわざご回想、ご焼香を賜り、誠にありがとうございます。個人の生前中、皆様からの格別のご厚情に厚く御礼申し上げます。皆様もご存知の通り、父は20歳で父親を亡くし、8人の大黒柱となり、大変苦労したと聞いています。でも、店の経営より死ぬといった、60からは、母と一緒に、日本中はもとより、外国にも何度も旅行して、楽しい時間を過ごしました。4年前、母を亡くしてからは、性格が大変穏やかになり、行くたびにありがとう、ありがとう、と感謝の言葉を口にするようになりました。1年前に入所しましたが、持ち前の性格と職員の正しい対応で、感謝している様子です。この家も施設で取ったのです。ただ、昨年の秋頃、面会で一度だけ、我が家に帰って、と言われました。心が触れなければ、外出で家に連れてくることもできません。その分で、帰れませんでした。母を亡くしたショックから、視力を落ち込む。このまま後を追うようになくなるのではないかと思える時期もありましたが、心の強い人なので立ち直り、100歳になって県知事から証書状をもらうんだって目標にして頑張ってきました。しかし天命には逆らえず、1月19日穏やかに天国へ旅立ちました。本日はこのようなお見送りをいただき、個人も深く感謝していると存じます。最後に誠に勝手なお願いではございますが、私どもが残された遺族一同にも、個人同様、ご厚情賜りたくお願い申し上げまして、誠に簡単ではございますが、もしの御礼と挨拶させていただきます。本日はどうもありがとうございました。もし、